ゆうじろうチャンネル、今日のお題はリサーチ、妄想、仮説、テストマーケティング。4つ。今日のタイトルは前回から引きずってきました、はい、そうですね。お前がくだらん話が長いけん時間がなくなる。私はくだらん話してない。はい、前回はね、この4つのサイクルをぐるぐる回してビジネスを加速させないけんよという話をしたわけですよ、ね、何をするんでもまずはいろんなリサーチをして、はい、そこに妄想をかけて、うんね、で一つの仮説を生み出してテストです。本番じゃいけます。一回テスト、ね、まあみたいな話をしたんですけども、まあそれを何読んでるこいつらと思うんだったら前回の動画をここへ。そうですね、これ見てないとちょっとあれですね、わからないかも、うん、まあ見てください、うん、でね、前回はわしがねこのいっぱい40人ぐらいおるセミナーを受けに行った時に、うん、一発でこれちょっと目立たさなきゃいけんのと思って、うん、で自分で目立つのはなんかあんまりああいうところで自分で目立つようなことしてバーってやったらもうわかるじゃん、出た目立ちたがりがおるわまた、うん、みたいに、うんうん、それに思われるのはなんかダサいじゃん。はいはい、いやおるじゃん、あの目立ちたがりのやつが、うんうん、なんかこう教団の先生の前ぐらいで、はいはいはいみたいな、あもうなんか小学生みたいなね、なんかもうすごく俺すごいだろうみたいな、うん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 、この自発的に自分で光るっていうのはわしから見るとダサいん。あはいはいはい、何自分で燃えとんやみたいな、うんうんうん、やっぱこうスポットライトは当たるものじゃっけ、人が当てるもの、そらそうでしょ、うんうん、でこっちから来るとこっちが暗くなるけど両サイドからパーンとこう刺さなきゃいけんわけやんでしょ。でもやっぱりそういう言葉で考えるんであればっていうことで前回言ったのは、私はこれ全員の今日は頭使うかもしれないんでみんなに甘いもんがどうかなと思ってこれだけ持ってきました、ぜひあのみんなで食べてあげてくださいって配ってあげてください先生って、うんうん、って言ったらそら先生は今日広島から来てくれた方があって皆さんにということでみたいな、はいはいはい、ちょっと立って自己紹介でもみたいな感じ、うん、あいいですいいです言いながら、あ、どうですかみたいななるじゃんそれ、言われたけやるよみたいなまあね、わしが言ったんじゃなきゃねみたいな、言って言うから、そうそうそう、でまあ最後バーッとやって、あの本当あの今日は皆さん食べてください、その代わりあの食べるときに一応一言だけ僕にいただきますっていうような感じ言ってくれたらみたいな一応言うとるけだからもうみんな来るじゃん、はいはいはい、まあ、そこで抜きんでるよな、ちょっとピッとこう、うん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 、まあ、みたいな話をしたわけですよ、はい、だから、僕の主催のセミナーにはみんなお土産を持参するわけですよ、うん、じゃあ裕次郎さんもあれですか、必ずこう言うんです、何をこう紹介して、あじゃあうちのセミナーのやつらはみんなが持ってくるけ、そうみんな紹介しようとも意味ないけ、そう、うん、だからそれはもうルールにしとるけ、あうちの分はあのみんなが感じて持ってこいじゃなくて、ええかお前ら全員持ってこい持ってくださいっていうねってやっとるから、一つの課題みたいなものなんですね、 それはそれだけでも休憩時間とかにこうやって食べながらいろんな話ができるじゃん、うん、わこれ何とかって、うん、結構の各地名産が来るけやっぱりいろんなもんもあるわけよ、うんうんうん、この間なんかは北海道持って関東持ってなんとか神戸持ったんかな、だから白い恋人、京都の恋人、何やったの兵庫の恋人だったから、なんか並んだっけな、すごいですね、なんたらの恋人めっちゃ並んどるじゃないけ、めっちゃあるんだ、そうそうそう、全部あとはパクリだけど、うん、もう白い恋人だけが本家の本物ですもんね、まあ見たいそれだけでもこう話題にもなるし、うん、みたいなあるじゃんってなった時にね、この間わしがまあわしは初めてセミナーの時にはわしがみんなにお土産を持っていくわけ、はい、それは初めてみんながわしのセミナー来るけそんなルール知らんけ、うん、だけどわしがみんなにって言ってわしが持っていくん、で今日はみんなにあのちゃんと退屈で途中寝んようにっていうことでわしからお土産出しとるけんなみたいな、うん、寝たらほんまチョーク投げるけんなぐらいのまあみたいな感じでやっとるけ、第1回目にわしが持っていくんだけど、まあこの間いつも何持っていこうかなみたいに言うんだけど、うん、ただ別にわしもみじまんじゅうが美味しいと思ってるわけでもないけども、うん、やっぱりもみじまんじゅうを持って行って食べさすと、あこれがもみじまんじゅうなんじゃって県外の人らは思うわけよ、知ってるけど食べたことがない人、なんかもみじまんじゅうっていうね、あの D&B のもんは知っとるけ、 あこれがもみじまんじゅうなんだ、はい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 、とかでもその時に普通のあのもみじまんじゅうね、
あの渋いパッケージに入ってるやつよりは、一応カープのもみじまんじゅうとかもあるわけ。はい、ありますね。だからやっぱりこうカープまんじゅうみたいなんで持ってた方が、あ、やっぱり広島はカープなんですねとかって、いろんな意味でね、2つぐらいネタがもうそれであるってことですよね。ということはね、要は、あのお土産を買う人の心理なわけさ、ね、でこの間、何にしようかなってパーッと言ったら、もうドーンと広島弁クッキーみたいなのが売ってあったわけよ、で何回やったら普通の安すげなクッキーなんで、はい、そこにチョコペンみたいなんでジャケとか、何て言うの、4つぐらいの広島弁が書いてあるわけよ、まあ、ちょっと写真ここ出しててドーンとね、アイシングクッキーみたいな感じですよね。そうそう、アイシングクッキーみたいなやつでこう書いてある、で4つぐらいのやつが各5枚ずつぐらい入ってるよね。はいはい。でまあそれ、おこれいいじゃんみたいな、何でか言ったら、まあもうわしが常に喋るようなあの広島弁書いてあるけど、はいはい、それを持ってった、だからやっぱりそれだけでまあ話題になる、まあ、かといって食べてもでみたいな味はね、そこはもう話題だけを、ということはね、そのそこのチョコペンみたいなのでアイシングクッキーみたいになってなかったら、絶対買われんクッキー。あー、そうですよね、でもそれがなぜそうやって売れるかというと、分かっとるの、その作った人たちは、わしらは味を届けたいわけじゃない、届けた時の話題性が届けたいだけでいけない、そうやろ、だから普通のもみじまんじゅうよりカープパッケージにした方が話題に上る。まあね、そうですよね、修学旅行生とかは絶対買いますね。あ、でも修学旅行生はまだそこまで考えてはないと思うけ。でも分かりやすいから、まあ、分かりやすいけども、例えば何かお前が県外から人が来た時にお土産ってもらっても、どういうんだろう、本当のちゃんとしたお土産を持ってきましたてなら、その辺のお土産屋では買わんじゃない、やっぱりこうちゃんとなんかこう百貨店のみたいな、だからもう違うんよそこが。何が違うかやったら、届け先も違うし、はい、届ける意味合いも違う、って考えたら、その意味合いを考えるならば、はい、これパッと持ってってちょっとなんかそれだけでこう 1,2 分ちょっとっとこう話題になる、この話題を買おうわけ、お金出してということはね、大事な人はね、何かっていうと、その人が、これみんなの商売でもそうだけど、皆さんのお客さんが何にお金を払いおるんかっていうところをやっぱりね、感じてほしい。ね、わし今回車を買ったじゃんか、はい、ね、しかもそれわし同級生の車買っとるわけよ、1967年式で、ね、古いのをね、まあまだ納車になってない、納車になったらドーンとここ事務所ドーン入れてみようかなと思って、いやめっちゃ、ね、でそれって言わんや、まあ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 の金額なんや、でね、わしがまあずーっと昔からそういう古い車ずーっと乗ってきて、でクーラーもないけ、夏になったらもうダクダクよ、まあ言うてもまだ昔はこんなに暑くなかったっけ、今乗ってる、でも今まで乗ってるやつはエアコン効きますよね、あれ、あ、今乗っとる赤いミニクーパーは全然効くよ、効きますよね、もうあれも全然新しい車、あれはもうただわしの足じゃんけ、あれは足で、次のはロマン、ロマンそうそう、でもそれを全然そういうのに興味ないやつは、ようこんな鉄くず乗るねみたいに今までめっちゃ言われてきたわけ、このワーゲンね、このまん丸いワーゲン、わしが一番、ワーゲンのトタンがあれが1965年式時、わしよりちょっと年上ない、でその次がこうカルマンギアっていうね、これは1957年式から帰ったっけ、わしよりもまだ10歳ぐらい上の、おじいちゃんだ、そう、出しとこう、その次ドン、これ赤いワーゲンから赤いカルマンギアに行って、黄色のワーゲン行って、黄色のバスに行ってみたいな、だからあと1個だけね乗ってない種類のやつがあったっけ、これをどうしても死ぬまでには乗りたくて、はい、で今回それを買ったんだけど、これでコンプリート、コンプリート、すごいですね、ワーゲンコンプリート、ワーゲンコンプリート、古いやつから全部、そうそう、いや新しいワーゲンは全然乗ってない、新しいのは逆に乗ってない、古いのだけね、古いのね、だからそれは何回だろう、わしは車を買っとるわけじゃない、ロマン、ロマンを買ってる、
で例えばこれにお前お前のサロン帰るからドライブ行くかって行くかってどうって言うかな行くか行く行くって言うんだけど乗るじゃん、うん、めっちゃ暑いわけだから私あの秋に誘ってほしいで暑いじゃんだったらどんなやったらいやすごいね言いながらこう汗かきながらでもこうやって言ったらかわいいのとか思うんだけどもう途中ぐらいからえまだ行くんとか窓開けてもずっとこっち外見よるからそうなんなるとお前けはおりやってなるそこをロマンじゃ言うてから一緒にロマンを語れんようなやつは乗せれんけんの、うん、出発するとき綺麗にメイクして帰ってきたらもうすっぴんなってそうそうそう一風呂浴びとるけんのでもそういうことだよ結局その人は何にお金を払ってるんでしょうかっていうことよ、うんうん、ねだから皆さんもいろんなビジネスをやっとるかもしれんけどもうーん何に一番お金を払いおるか、うんうん、例えばこう家具とかでもあるや家具でも例えば机でええんじゃったら机だって、うんうんうん、でもめっちゃ安い机からめっちゃ高い机まであるわけや、うんうん、でも机という機能で考えるんだったらや別にどれでもいいじゃんそうですねこのうちの事務所みたいにこの板だけね買ってあとは足は全部アマゾンじゃけこれね、あ、うんうん、だからこんな手作りの机でもいいわけさ、うんうんうんね、だからそのお客さんが何にお金を払っとるんだろうかっていうことをやっぱりね考えんと、はい、いつまでたっても机を売っとったら机のジャンルに入ってしまうわけや、うん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 、だから机のジャンルに入ると机として見られるけど高いとか安いとか言われるんだけど、うんうん、そうじゃなくてこの事務所の雰囲気をこの机一本で醸し出すみたいな。ただお客さん来た時わあ素敵な事務所みたいに、はいはい、この素敵な事務所じゃねって言わせれるためのアイテムとして買っとったら、あ机じゃないんそうですよね、うん、でお客さんがわあこの机素敵いたいやいやこれ机じゃないって事務所そのものだけこれだみたいなこれも事務所でこれオブジェそうそうねみたいなことになるわけ、うん、だから皆さんも、うん、今自分が売っとる商品を何のジャンルで売っとるかどのカテゴリーの中に入れて商売しようかなと思うわけうーん分かる、うん、だから自分が売っとる商品を、うん、もうごくごく一般的なその机みたいなジャンルに入れちゃダメですからね、うん、その時点で単価が決まるんでうんそういうことですねそうじゃないところでああ そういうことですよねだから結局なんか洋服屋さんだから洋服売ってるわけじゃないよっていうその話につながるってことですよね、うんうん、この洋服がかっこいいとかかっこ悪いとかじゃなくて、うん、このお店の世界観が好きそういうことですよねわかる、うんうんうん、だからお前も普通の結婚式のアナウンサーじゃって言ったら、うんうん、3万円ぐらいで寝踏みされるわけよ、うんうんうんそうじゃなくて天下のどてかな子ですみたいなの、うん、私が作るウェディングのその空気をそうそうお客様に選んでもらうってことですよねお前がやるだけでちょっとそのウェディングの格がちょっと上がるしみたいな、うんうんうん、私の結婚式どてさんが司会してくれたいんよって言えるこの一つワンアイテムがめちゃくちゃ大きくないですかみたいなそれでも大きいですよね、うん、そこがでもなんでみんなそうやってのお前が結婚式の司会やったということをひた隠そうとするんだろうかと思うのやった人たちがえもうね汚点になってしまってなんでですかみんな堂々って言ってくれてますからあそう私の時もしてもらったってあじゃあ私の時も私も言ったらああ何安いねあの子意外にいや違います嬉しかったのが、うん幸せな場所に行ったらどちらがいつも司会してますって言われたんですはいということで皆さん、ね、使ってくださいね、はい、今のところははいということなんで、皆さんもね自分の商品がどのカテゴリーに入るかここをよく考えてやってくださいね、うん、ミッションはだけそのどのカテゴリーに入るかここですねはいそこで頑張ってくださいはいじゃあ関連動画こちらになりますはい関連動画あれじゃな前回のこの放送です、ね、またここで前回の出しますか、うん、はい、はい、登録お願いしますねはいということで今日はここまでですまたね。